じまして。うん。今日は文献紹介させていただきます。今日は、Distinguishing Atonism and Synonism in Patterns by Notion and Wick を紹介します。この文献は、はい、これから、公開しました。最初は、反イーゴと同イーゴは NLP のおけるこれは、コンテクストに関してだから、反イーゴと同イーゴは見分けることは大切なことです。今まで、Patterns by Methods が、効果が高いこの問題でできましたから、はい、はい、Introduction。反イーゴと同イーゴは、レシコ、セマティックに関するから、NLP の問題で、大切になります。けれど、セテンシーで、反イーゴと同イーゴが、変わりやすいだから、それは、見分けることは難しいになります。はい、先行文献は、先行文献はこれによりありました。最初から、language pattern を紹介します。コーバスベースで、はい、ページとかこれによってパターン language を定義します。例えば、このページで私、コーバスでページがあります。言葉が O から New まで、この経路によって通じて、それは、language pattern を定義します。この経路を表現するため、vector presentation をしました。このよりこの景色で定義しました。これは、レスマのレボポスタグとディベンスダンシーとディスタンのレボに、依存するです。パターンプレゼンテーションから、long short term memory unit に通じて、そのためはセテンシーの、パターンプレゼンは、はい、学習しました。このよりこの形式よりは、記憶しました。はい、この地図によって最初からセテンシー文を入れて、文のワードが区別して、これは、パターンのプレゼンをやって、ロングタームセービスに入れて、全部は最後の、パターンのベクトルを基づいて、はい、そのこれから、はい、反イーゴとか、同イーゴとか区別しました。
このテイジュンはこれは表示します。まず単語が2つ入れて、パターン、この単語からこの、その単語までパターンを探して、パターンプレゼントを表示して、次はロングショートメモリーを通じて、文のベクタープレゼンションを落とします。この式で私たちは、この次はベクタープレゼンについて、ハンドイとハンドイか、同意語とかは見分けます。はい、結果はこのメソッドで、có bất sự SP baseline một con cono patterns by anti network to hoka no method wa kurabete kono kekka wa demashita. はい、以上です。